圧倒的美貌と演技力、スキャンダルにドラッグと世間を騒がせ続けている国民的女優沢尻エリカさん。今回はそんな沢尻エリカさんの面白いエピソードを50個紹介します。1986年4月8日、東京都に生まれた沢尻。父親が日本人で母親がアルジェリア系フランス人、通称ベルベル人のハーフ2人の兄の3人兄弟として育ち、名前のエリカはツツジ科の花であるエリカにちなんで名付けられました。男兄弟で育った沢尻は幼少期から負けん気が強く、短パンに T シャツを着てマウンテンバイクに乗ったりと、とにかく女の子なんだからおしとやかにと諭されることを嫌ったそうです。沢尻の父親は手広く会社を経営しており、競走馬を数十頭所有するお金持ちだそうです。そんな裕福な家庭で育った沢尻は幼少期から乗馬、ダンス、ピアノを習っていました。ただし会社を経営していた父親は沢尻が9歳の時に突然失踪しています。その結果、沢尻家は東京の大きな一軒家からアパートに移り住むことになりますが、その際生活していくために宝石など様々なものを売ったそうです。その後、沢尻が中学3年生の時に父親が突然帰宅します。しかし癌を患っており、もう助からないと言われ1ヶ月だけ一緒に住んだそうです。後に沢尻は家族に関して、大切という言葉では表現できないほど固い絆で結ばれていると語っています。ただし男兄弟で唯一の女ということもあり、負けん気が強く2人の兄と殴り合いの喧嘩をしたこともあるそうです。そんな酸いも甘いも経験した幼少期の沢尻が芸能界デビューを果たすのは小学校6年生の時でした。応募用の履歴書に写真がなく、プリクラを貼って応募したそうです。小学生時代の沢尻は安室奈美恵の大ファンで、芸能界に入れば安室ちゃんに会えると真剣に思っていたそうです。中学校に入った沢尻はかなりやんちゃに育っていきます。白の靴下指定でありながらルーズソックスで登校するようになり、学校で花火をしたり、学校の便器を壊したり、気に入らない人を仲間とバイクで囲んだりしたそうです。また当時沢尻の一学年上には松田翔太が在籍しており、当時の松田は金髪やドレッドヘアにサングラス着用で登校していたそうです。その松田翔太と交際していたと言われている沢尻は周囲から恐れられる存在だったそうです。プライベートでヤンキー活動に精を出す傍ら、芸能活動にも全力で取り組んでおり、後に新垣結衣、蒼井優、藤田ニコルを輩出することとなるニコラのモデルを務めます。高校は芸能人を数多く輩出している日の出女子学園高校で、同級生には上野樹里、柏木優がいたそうです。特に柏木とは仲が良く、後に沢尻が離婚騒動時には、いいんじゃないですか、エリカらしくて、好きなこと、自分の信じていることをやっている、お帰りと言ってあげたいですね、会いたいですねと沢尻にエールを送っていました。中学生にかなりやんちゃだった沢尻も高校に入ると落ち着き始めます。ここからは沢尻の高校時代のエピソードを紹介していきます。他を圧倒するビジュアルの沢尻は学校の中でも浮いた存在でしたが、一匹狼を貫く学園生活だったそうです。学校では浮いた存在でしたが、日替わりで彼氏が迎えに来るほどモテまくっていたそうです。また放課後に渋谷のセンター街をヒョウ柄のワンピースに激ノーメイクでカッポし、夜通し遊び倒していたため、たびたび家族に連れ戻されるということがあったそうです。プライベートでは派手な様子が注目されますが、仕事も積極的にこなしており、高校1年生にしてフジテレビビジュアルクイーンオブザイヤー2002に選出されています。このフジテレビビジュアルクイーンオブザイヤーはフジテレビが中心になって構成される、その年最も注目される女性タレントに賞を与えるもので、1993年には内田有紀、1997年には吹石和恵が選出されています。さらに高校2年生時にホットマンでドラマデビュー、同時に問題のない私たちで映画デビューを果たしています。このホットマンは平均視聴率 14% 超えとまずまずの数字を叩き出し、後にホットマン2も発表されています。高校時代からドラマ映画で大活躍していた沢尻の運命の1年となるのが2005年、この年に公開された映画パッチギで演じたリキョンジャ役が一躍注目を集めます。パッチギの監督を務めた井筒和幸はリキョンジャ役を決める面接で沢尻の大物っぷりに度肝を抜かれています。沢尻を一目見て出演を心に決めていた井筒でしたが、その面接見て沢尻が監督、最近の日本映画なんて面白くないでしょと言ってきたそうです。沢尻のとんでもない発言に度肝を抜かれた井筒が、ハリウッド映画とか見るのと聞くと、あれはガキっぽいですよねと答えたそうです。この面接のやり取りで井筒はこの子は大物になると確信したそうです。後に井筒は沢尻の女優としてのスタンスに、すごいね、パシッとしてたんですわ、女優さんはエロさではなく爽やかさが大事なんですよ、その一方でちゃんとやるんですわ演技を、
天性のもんだと思ってるんだけど、と大絶賛しています。映画パッチギは大ヒットを記録し、沢尻は日本アカデミー賞新人俳優賞、キネマ旬報新人女優賞、日刊スポーツ映画大賞新人賞、報知映画賞新人賞、報知映画賞最優秀新人賞、横浜映画祭最優秀新人賞、東京スポーツ映画大賞最優秀新人賞、エランドール賞新人賞、ゴールデンアロー賞新人賞を受賞し、大ブレイクを果たします。また同年にはドラマ1リットルの涙で主演を務めます。沢尻にとってドラマ初主演となる作品ですが、後のインタビューで初主演とか意識してないんです、プレッシャーも感じないし多分人とずれてるんでしょうね、と語っています。また女優の魅力について聞かれた際には、今も女優だと思ってないんです、世間の人が評価してくれるものですから、作品ごとにいろんな人間を演じられるってことはすごく面白いし深いことだなって常に思っています、と語っています。2006年、沢尻が19歳の時に映画太陽の歌で山田孝之と W 主演を果たします。主題歌太陽の歌で歌手デビューを果たし、オリコンチャート5週連続でトップ3入りを記録し、売上枚数48万枚の大ヒットとなりました。ここまで順風満帆だった沢尻ですが、2007年、沢尻が21歳の時にとある事件が起こっています。映画クローズドノートの舞台挨拶にて別にと発言してしまいます。この会見では記者が、思い入れのあるシーンはありますか、という質問に対して、腕を組みながら不機嫌そうに、特にないですと答え、同席した雪貞監督が、沢尻が現場で手作りクッキーを振る舞った話を披露したため、記者がどんな気持ちでクッキーを焼きましたか、と沢尻に聞くと、別にと発言し大炎上しています。別に騒動に関して世間では、この態度はおかしい派と、エリカ様なら許される派に大きく割れることになりますが、沢尻自身約2ヶ月間で全国8カ所を回り100件以上の取材を受けていたため、緊張の糸が切れていたという裏話もありました。またこの別に騒動によって、クローズドノートは公開後すぐに興行収入20億円を突破するロケットスタートを見せており、結果別に騒動で大ヒットを記録することとなりました。2019年9月22日に出演した僕らの時代にて、沢尻は別に騒動に対して、20歳とかそれぐらいの時が本当に忙しくて、あの当時の私偽っていたわけよ、こうしなきゃいけない、沢尻エリカ像はこうだ、みたいなのが自分の中ですごくあって、それって偽りなわけよ、それで結果自分が潰れてしまった、本当にすごいバッシングだった、と語っています。別に騒動で世間を騒がせた沢尻は、同席した雪貞監督が、二人の出会いはクラブイベントと言われており、東京港区のクラブで DJ をしていた高城と客として来店した沢尻がすぐに打ち解けたと言われています。また沢尻は以前から引っ張ってくれる男性が好きと語っています。ところがこの電撃結婚から1年後には離婚の意思を表明します。この離婚騒動は沢尻から高城に報告せず、一方的に申し出たものであったため、高城は寝耳に水と語っています。離婚後の沢尻は拠点をスペインのマドリードに移し、エルエクストラテレストレという個人事務所を立ち上げます。事務所名はスペイン語で宇宙人という意味だそうです。2011年には日本に戻り、 ABEX マネジメントと契約を締結。クッキー勝目の映画主演作品はヘルタースケルター。この作品は沢尻自身初の濡れ場を披露、共演した寺島しのぶからは、私も結構濡れ場のシーンをやらせていただいてますが、沢尻さんは度胸があってすごいです、私はテストでは脱がないな、と沢尻の濡れ場を絶賛しています。そのことに対して沢尻は、ラテン系なんだよね、とコメントしています。またヘルタースケルターは沢尻にとって5年ぶりの映画となりましたが、日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞します。2014年ドラマファーストクラスで主演を演じ、深夜放送帯では異例の視聴率 10% 台を超える大ヒットとなり、ファーストクラス放送終了後わずか3ヶ月で続編が放送開始となりました。2019年公開映画人間失格、太宰治と3人の女たちの公開記念舞台発表では、沢尻は主演の小栗旬との濡れ場シーンを振り返り、こういうの慣れてらっしゃると思ったら全然来なくて、もっと来いよ、と小栗に対して物足りなさを語っていました。人間失格、太宰治と3人の女たちの監督を務めた蜷川美香も、もっと触って胸に行けって言ってるのに全然で、と語っていました。この舞台発表で小栗は、あの日は本当役者失格だなと、覚悟は決めていたつもりが沢尻エリカのムードに飲み込まれました、と反省を語りました。2019年、大河ドラマ麒麟が来るに出演が決まっていましたが、麻薬取締法違反の罪で逮捕され、事実上の芸能界引退となってしまいました。
沢尻自身も女優に復帰するつもりはないと語っていたそうです。麒麟が来るの代役は川口春奈が務めることとなりました。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。